のシェーナウ電力会社からですね、脱原発に対して、まあ、私が頑張ってるからということで、賞をいただきました。で、多くの皆さんがですね、その授賞式に来ていただいて、まあ、その中でさよなら原発実践ドローの皆さんにもお会いをして、その活動をいろいろ聞かせていただきました。いろんなですね、デモとか、いろんな方を呼んでの集会とか、本当によく頑張っておられるなと思います。やはりこの問題は諦めないで、どこまで、一人一人の市民が頑張れるかと。そして同時にですね、原発に反対するということと、この逆に言うと原発に代わるエネルギーをどうするか、まさに周南の電力会社は再生可能エネルギーで電力を供給しようと、そういう運動が一つの電力会社につながったわけです。まあ、そういう多様な運動をですね、ぜひそれぞれの立場で続ける必要がある。そういう点では皆さん方の活動も非常に重要だし、それはドイツだけではなくて日本にとってもですね、皆さん方の活動が脱原発を実現したいと思っている人たちを大きな勇気をつけることになると思いますので、頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、どうも。